私、敵じゃない。あなたたち、壊れた機械生命体倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。 あれは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体や意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥビ、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の長さをしています。
その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。オペレーター 6O より 2B さんへ定期連絡の時間。こちら 2B、 どうした？実はちょっと好きだった先輩を食事に誘ったら断られちゃって、私これからどうやって生きていけばいいですか、 2B さん。そんなこと聞かれても。もうバンカーにいられないです。それは困る、作戦に支障があるから。B さんは私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。 2B さん、以上、通信終了。
でしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器トゥービー、やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。トゥビー、司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。わかった。この先のビル屋上に発射されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。
が集中しているハブの情報を表示します。の場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。全ヨルハ部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが情報が不足している。
地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この攻撃を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測、マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ。多分 2B って大雑把なところがあるんですね。